地震の防災準備してますか？やっておきましょうね。さあ、カンパクタディのダンディファミリーカー始めましょう。後編です。今回は先日発売されたばかりのマツダ MX30 ドライブフィール編でございます。さあ、MX30 かっこいいのは当たり前として観音開きの特殊なドアにもかかわらずファミリーカーとして使えなくはないという意外な結果となったこの車。乗れば乗るほどにマツダさんの苦悩と戦略、強いてはマツダ6の未来像も見えてきましたよ。もちろんいつも通りお父さん目線でドライブフィールも伝えていきたいと思います。それでは早速試乗といきましょう。今回試乗させていただいた車はガソリン2リッターハイブリッドの eSky Active GFF のモデルです。グレードは言うなればハイエストセットグレード、てんこ盛りグレードですね。今回グレードについては明確な種類分けはされていません。簡単に言うとベーシックグレードがあって、それに希望の装備や機能のパッケージを追加していけるものとなっています。かけうどんを頼んだのについつい天ぷらやコロッケを追加してしまう人はあっという間に最上位グレードを買ってしまいそうですね。なので他メーカーのようにグレードによってどうしても付けられないオプションがあるとかややこしいものではなくて、本来のオプションのあるべき姿、ユーザーフレンドリーでとてもいいと思います。逆に言うとフレンドリーすぎてもう少しがめつい売り方をしないと利益が出せないのではといらぬ心配をしてしまいます。さあ乗り込みます。ドアの音一応聞いてみましょう。特殊なドア構造の割にかなり密閉感のある音がします。ドライビングポジションについては言わずもがな。シートの座り心地は程よく柔らかく、何よりお尻がストンとはまって自然と姿勢よく座れる高級なオフィスチェアみたいな感じ。背筋が通るので居心地がいいというよりも、これから運転するぞという気分にさせてくれる不思議な椅子です。ではエンジン始動します。イグナイト。スタンバイからイグニッションまでの鼓動をイメージしたアニメーション演出がいいですね。メーターは左がタコメーター、右がタンクと水温、真ん中が7インチのインフォメーションモニター。インフォメーションモニターは左右のメーターと同じモチーフの速度メーターに車のステータスを表示するスタイル。液晶ではありますが色分けもほとんどなく、白黒のコントラストがとても見やすい古き良き三眼のドシンプルメーター。シンプルでいいんですけれども、例えばスポーツモードに切り替えたところで視覚的な演出は大してありません。メーターを赤くしろとは言いませんが、アイコンマークを使うなど視認性をもう少しアップしてもいいのではと思います。またクルーズコントロール系の表示も初見の人には少々分かりづらいのではという表示な感じがします。マイカーで乗り慣れちゃえば問題じゃないとは思いますけどね。では出発しましょう。動き出しの第一印象はちょうどいい塊感でしょうか。一見大柄な印象の SUV ですが、マツダさんらしい滑らかな動力制御が相まって、初めての運転でもこの鉄の塊を無理なくコントロールできている感じが直感的にわかります。乗り味については後ほど詳しくお話しします。ではまずユーティリティ関連でポイントをいくつかご紹介していきましょう。時速 20km に達すると自動でドアロックがかかる車速感応式オートロックがついています。第三者に外からドアを開けられることもありません。コルクがあしらわれたセンターコンソール、これがねよくできています。蓋がパカパカするのが面白かったとか、そんなチンケな感想じゃないです。コルク素材なのでリモコンキーやスマホを置いてもカタカタ言いません。またアームレストとコンソールの間が深い谷になっていますけど、肘関節と手首の2点が置けるので何ら負担はありませんし、この谷間のおかげでペットボトルやストローカップを置いても全く干渉することがありません。前方のシフトノブも電気式になりましたが、従来のシフトノブに近い造形で誤操作の心配も少ないです。デザインを見てもアウディあたりをベンチマークとしている感じはありますね。前編でも言いましたが、このシフトノブの形には意味があります。個人的にはタッチパネル式の空調は大嫌いですが、この大ぶりなシフトノブのおかげで手のひらを添えて安定した状態で指先操作ができるようになっています。でもぶっちゃけボタン配置は良くないのでソフトウェア更新に期待します。次はマツダハーモニックアコースティックス、長いね。マツダ3が開発されたあたりから採用されたこの8個のスピーカーの音響システム。もちろんオプションで12スピーカーの BOSE サウンドシステム設定もありますが、デフォルト設定でもかなりこだわっています。音の低、中、高、耳の位置、ガラス面の音の反射、ドアの隙間の遮音、これらすべてを突き詰めてスピーカーレイアウトがされています。よってものすごく音楽を楽しみやすい空間に仕上がっています。音楽をゆったり聴くという車にオーディオルームとしての役割を求めている隠れユーザーは結構いると思います。嬉しい作り込みですね。あえてデメリットを挙げるとすれば、スピーカー配置が従来と全く異なるので、好きな車外スピーカーを DIY でカスタムしたいという人にはいじりづらいと言えるでしょう。
鉱石で気になった点はフリースタイルドアのドアヒンジ付近。鉱石ドアを閉めるときに指を挟むのではないかなとちょっと心配になりました。もちろん指が切断されるようなことがないようにちゃんと隙間は設けられているんですが、ドアを閉める瞬間、子供のお手手がどこにあるのか見えづらい構造になっているので、ちょっと心配なポイントだと思いました。次は視界について、SUV らしく高めのアイポイントで見晴らしがいいです。フロントガラス下部にはカラーヘッドアップディスプレイが発色もよく綺麗に表示されています。エコレベルとかはあえて表示せず、必要な情報のみくっきりと表示されているので、かなりわかりやすいです。また単眼カメラで道路標識を認識してくれる交通標識認識システムとも連動しているため、安全運転にも一役買ってくれていますね。斜め後方の視界はリア窓が小さいし、位置も高いし、正直悪いです。この車にこそデジタルインナーミラーの採用を検討していただきたいところですね。コンソール中央にある8.8インチのマツダコネクトワイドモニター、お値頃な SD カードナビが設定できます。個人的にはスマホが死んだら使えなくなってしまうディスプレイオーディオよりも高端性の高いこのスタイルの方が好感が持てます。この画面ワイドではありますがかなり小ぶり、おそらく大型画面はデザイン美学に反するのでしょうね。ご想像の通り上下が狭いので少しナビは見にくいかもしれません。ただ常に北を上に地図を表示するノースアップ表示で運転ができる人はそこまで小さい小さいと騒ぐほどではない気もします。ボディ剛性の問題があるとは思いますが、サンルーフ設定が欲しいところ。鉱石の視界が滅法悪いので、せめて子供に青空くらいは見せてあげたいものです。ちなみに欧州ではサンルーフ設定があるようですね。ステアリングの握り心地は若干太め。手触りはサラサラした本革巻きで、わずかにプニッとした弾力があります。ステアフィールは相変わらず素晴らしい。滑らかでスムーズで違和感がないです。目線の先や思い通りのコントロールができる感覚です。運転に苦手意識がある方もかなり扱いやすい部類なんじゃないでしょうか。頭もスイスイ入りますが、クイックという感じではなく、コンフォートより心地いい印象です。この試乗車は FF モデルですが、直線安定性がとてもいいです。長い直線を走っているとき、5ミリとかそんなレベルの無意識のハンドル微調整がほとんどないことに気づきます。レバーをちょんと操作すると3回ウインカーが点灯する3フラッシュウインカー設定もあります。アクセル、ブレーキレスポンスは微調整がしやすい素直なもの。人馬一体感ってやつですね。ただ他のマツダ車と比べると若干アクセルは結構トルクフルな味付けで、ブレーキも初制動がちょっと強めかも。EV モデルではないのでびっくりするようなトルクは期待できません。マイルドハイブリッドでもがっかりさせないようスポーティーな味付けに寄せているのが感じ取れます。回生ブレーキやブレーキホールド、アイドリングストップの制御タイミングのせいだとは思いますが、ブレーキホールドからの始動時、ブレーキの終わり、完全に止まる時ですね。その時にわずかですが、カコッといった感じの機械的な音というか振動があります。大したレベルではないのですが、これだけ滑らかな乗り心地ゆえに、ノイズとしてちょっと目立ってしまっている感じがあります。続いて乗り味について、ゆったりと上質な乗り心地。シャシーレスポンスもよく、乗り味はこの価格帯を考えると、1ランクから2ランク上の乗り心地ですね。タイヤのトルク、回転具合を微調整することで車体の揺れを制御してくれる G ベクタリングコントロールプラス GVC のおかげで上下の段差も上手にいなしてくれるので、このサイズの車にしてはすごいレベルのフラット感があります。長距離運転にも最適な感じですね。ちなみにトランスミッションは6速 AT、 そうこのご時世に CVT じゃないんです。くぅ、シフトショックも気にならないよくできたお味付け。ここでちょっと振ってみました。特殊なドア構造ですが、ボディ、シャシーもしっかりしていて、欧州車のようなしなやかな乗り心地。使われているシャシーは B ピラーこそないので、専用品となりますが、CX30、もっと元をたどれば、マツダ3の骨格と基本理念は同じで設計されているスカイアクティブアーキテクチャ。この車はガソリンモデル、EV モデルの床下のバッテリースペースがスカスカのはずですし、観音開きのドアは材質的にも重いはずなので、カーブの際のロール感、揺さぶられ感は発生しやすいはずです。でもそれをあまり感じさせないトリックは高性能化した G ベクタリングコントロールプラス GVC プラスのおかげ。縦揺れだけじゃなくて横揺れも制御できるのが GVC のすごいところ。カーブの際の遠心力も円の下でコンピューターが支援してくれますので、こういった急なハンドリングでも焦らずコントロールできる感覚。ほんのわずかですが、おいおいちょっと待てとタイヤがブレーキをかけているようです。機械が頭良すぎてシャシー性能がいいのか制御がいいのか素人の私にはちょっと判断に困ります。乱暴な運転はある意味やりたくてもできないのかもしれませんね。同乗者にとっては車酔いしづらくていいですね。乗り味の点ではファミリーカーとしてもベリーグッドです。
重心位置という意味では CX-30 の方がスポーティーな挙動をするんでしょうね。でもこれが EV モデルだとすると低重心でもっと乗り心地がいいんだろうなぁと興味はつきません。さあ、このハイブリッドモデルが発売されると聞いたとき、電気自動車じゃないのかよと感じた方も多いと思いますが、 EV モデルは来年1月に発売予定です。マツダさんはファンは多いかもしれませんが、企業規模としてはトヨタさんのようにバカでかくはありません。ですので電気自動車がまだ当たり前になっていないこの世界で EV 一点突破の車をローンチするのは並大抵のことではないんですね。しかも内燃機関、つまりガソリンエンジンに強いこだわりと技術投資を進めてきた企業さんですので、一つの車両にいくつもの方式を設定できる、要は使い回せる設計にするしかないのだと思います。私はそれで全然いいと思いますよ。やっちゃえというのも大事ですが、堅実なのはいいことです。ただここからが重要で、 MX は新しいことにチャレンジする特別なプロジェクトに与えられる称号です。ですので電気自動車ってだけではこのネーミングにはなり得ません。ロータリーエンジン型のレンジエクステンダーが搭載されるという噂もあるようですね。電気自動車の国内需要もまだ低いですし、充電インフラも整ってないですからね、賢明だと思います。レンジエクステンダーというのは走行距離を伸ばすための発電用のエンジンのことですね。それにロータリーエンジンを採用するというものです。火のないところにはなんとやら。まあ、EV モデルのボンネットの内部も見ましたが、容積と配置を見ればそれで間違いないと思います。使い方はどうあれ、ロータリーエンジンが復活することは日本人であれば諸手を挙げて喜ぶべきニュースであります。問題は国内の販売時期とロータリーのメンテナンス性ですかね。なので出るとすればレンジエクステンダーが搭載された、言うなればこの MX-30 の本来の姿、最終形態が大本命と言えるでしょう。ちょっと話はそれますが、新型アテンザ、次期マツダ6ですね。こちらについても直六 FR モデルに加えて、おそらく EV モデル、欲を言えば EV プラスロータリーのモデルが発表されると思われます。個人的にはマツダ6の発表を楽しみにしていたのですが、今年も発表されることはなく、代わりに去年、この MX-30 が発表されました。おそらく EV モデルの導入を進めるように経営方針が変わったのでしょう。それにより急遽マツダ6のボディ設計を一部やり直すことになったのだと思います。ですのでマツダ6については発表早くても来年以降となると思います。ちなみに全部個人の考察ですので確かな情報ではないですよ。でもそうじゃないとね、タイミングがおかしいと思うんですよね。おっと、また長くなってしまいました。次は静粛性について。室内の遮音性はめちゃくちゃいいです。前方の防音材がすごい、エンジン音がすごくこもって聞こえます。この価格帯ではおかしいですね。 B ピラーがないフリースタイルドアですが、密閉感があり遮音性も通常のドア形式と同じレベルに仕上がっています。ロードノイズはもちろんゼロではありませんが十二分に静か。タイヤを高級なものにすればもっと静かになるかもしれません。まあ、アラを探せば足裏に来るフロアのエンジン振動は少しあるかもしれませんね。ただ EV ではこの振動もなくなるかと思うと恐ろしい世界観です。ご家族の安全のため、安全装備についても確認しておきましょう。安全運転を支援するシステム、アイアクティブセンス。ご覧の通り、360度に目を配り、ドライバーを支援してくれます。図だけ見るともうイージス感みたいですね。アダプティブヘッドライトやドライバーモニタリング等はオプションのパッケージとなりますが、基本的なブレーキサポート、クルーズコントロール、レーンキープアシストは標準装備となっています。これがね、松田さんの素晴らしいところ。マジダンディ。今言ったドライバーモニタリング機能はナビ画面横に隠されたカメラによってドライバーの疲労や眠気を監視して休息を促してくれる気配り機能です。旅行帰り家族全員爆睡していても車があなたをしっかりと見守ってくれますよ。渋滞時などを含め前方車両に勝手に追従してくれるクルージングトラフィックサポート CTS は0キロから高速域まで全車速対応となりました。これ以前のマツダ車は55キロまでの制限があったらしいですね。アップグレードされましたよ。アラウンドおよびバックモニター表示はめちゃくちゃクリアに確認できます。これだけ綺麗なら子供の朝顔の植木鉢を倒してしまうこともないでしょう。エアバッグは運転席、助手席、運転席膝前、サイド、カーテン計7箇所に実装されています。素晴らしい。ラゲッジスペースも長く取られているので後方追突事故の時にご家族が怪我を負うリスクも減ることでしょう。新車アセスメントプログラム、通称 NCAP のクラッシュテスト結果は2020年10月時点ではまだユーロ、日本ともに公表されていません。半年ぐらいすれば発表されると思いますが、フリースタイルドアの側面衝突安全性は気になるところです。
参考までに一番近い車格のシャシーを使っている CX30 のクラッシュテスト結果は、乗員保護性能が 99%、 子供の保護性能が 86%、 対人保護性能が 80%、 予防安全性能が 77% の5スターという評価結果になっています。はい、試乗終了です。お疲れ様でした。最後に簡単にまとめますと、この新型 MX30、 デザイン良し、質感良し、乗り心地良し、コスパ良し、パラメーターだけ見たらもう SS レアカードです。この MX は未来への布石。ロータリーレンジエクステンダー搭載の EV モデル、さらにはマツダ6へとつながる一大プロジェクトの予感がプンプンします。でも乳幼児子育てには正直使い勝手が悪い。今のご時世に観音開きドアをぶち込んでくる姿勢は私は好きですが、3人以上のファミリーカーとして見ると正直購入をためらってしまうのは事実だと思います。奥様とよく相談しましょう。なのでこの車が最もハマるシーンは、夫婦水入らずのキャンプツーリングといったところではないでしょうか。もちろん4歳以上のお子さんやワンちゃんを後席に乗せてっていうのも OK です。モダンコンセプトやコルク素材、SUV にフリースタイルドアと新しい風がビュンビュンですが、使いこなすには少し覚悟のいるとんがったダンディファミリーカーですね。かっこいい横文字を使うなら国産車のアールヌーボーと言えるでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。マツダ MX30 ドライブフィール編をお届けしました。デザインや質感、安全装備すべてにおいて大パーツとも言えるべきコストパフォーマンス、一度惚れると抜け出せない近年のマツダさんらしいエレガントにとんがった作品でした。二人乗りメインなら超快適、ドアの使い勝手を割り切れるんだったら 3,4 人でも魅力的ですね。言っちゃ悪いですが、これは絶対にたくさん売れる車ではないですね。でもそれでいいんです。マツダ3のハッチバックを見てもわかるように、ファンにドストライクを出してくれるメーカーさんですからね。正直この車で子育ては結構きついかも。それでもまだ俺はこれを買うんだ、この車でかっこいいダディになるんだっていうそこのあなた、あのね、はっきり言いますよ、好き。前編で検証した通り全く使えないわけではないですからね。私は応援します。男に生まれたからにはお父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてほしいですね。このチャンネルではお父さん目線でのカーレビューや子育てに関連する情報を配信しております。ぜひチャンネル登録いただき、素敵なダディを一緒に目指していきましょう。ここまでお時間いただきましてありがとうございました。それでは全国の姉妹お父さんお母さん、今日も一日お疲れ様でした。次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。